杉蔵です。ルナシーというバンドと X ジャパンというバンドをやっております。最近シャグという、即興バンド、ジャムバンドを孵化させました。いろいろ忙しくやっております。空気、水、食料、当然だよね。まあ普段こう身につけてるものですね。うん、クリスタルのブレスかな、アクセサリーだったら。あとはクリスタルのペンダント、家電、使う家電、除湿器かな。夏はうちはね、周りがほぼ森なのでものすごく湿気が多いんですよ。なので夏は当然2日に2回水を変えなきゃいけないぐらい除湿器が必要で、冬でもね、乾燥する冬でも特に炊かなきゃいけない場所があるので、一番稼働してるのは除湿器ですかね。こたつ、ソウルフード3つ、それは天下一品でしょ。カカオマジックでしょ。いつも行く大好きなお店の最高に美味しいごま豆腐。以上。自分が作った曲つまんないから若い時に好きだったものでしょうかな。エーゲ海の真珠、懐かしいよね。赤いスイートピー、懐かしい。増田聖子さん。黒いオルフェ、ジョビンたちがジョビンじゃないか、これ、ベニス・モラレス、誰だっけ、ただカバーしてたね。まあいわゆる、まあボサの時代の音楽なんですけど、子供の頃にねすごい聴いていたんですよね。もう一度言うと、最初何て言ったっけ、エーゲ海の真珠、この時聴いてたの。赤いスイートピー、黒いオルフェです。子供の頃に聴いてた曲ですね。はい。東京、まあ、日本とインターナショナル、まあ、海外のみんなをつないでくれるすごく重要なツールですよね、というか媒体ですね。で同時に、とてもシンプルな話なんですけど、デザインがすごくセンスが良くて、これフリーペーパーなんだよね。フリーペーパーであのデザインのクオリティと、うん、あの質感というのはすごく素晴らしいと思いましたね。取材をしてくださったリサさんとローズさん、素晴らしいお人柄で、ぜひまたお会いできることを楽しみにしております。こういう時代になってしまっていますが、必ずこの闇は明けて、また光のもとに我々が戻れる日は遠くないと信じています。まあ、そういう時代を呼び戻すのも僕らの役目ですし、みんな本当に疲弊していると思います。ボロボロになっていると思うし、絶望している人も少なくないと思うけど、必ず夜は明けます。今諦めずに、自分を、社会を諦めずに、今耐え抜いて、必ずやってくる新しい時代に向けて、これからも共に歩んでいきましょう。杉蔵でした。ありがとうございました。